なんじゃこりゃあ。日本人にだけ読めないフォントが話題に。日本人にだけ読めないフォントなるものが、ツイッターで話題になっています。日本人しか読めないならわかりますが、日本人にだけ読めないとは一体？確かにこれは読めない。話題になっているのは、日本語のカタカナをベースにデザインされた、エレクトロハーモニキ紙というフリーフォント。A は、む、りは、わといった具合に、アルファベットの各文字がカタカナっぽく置き換えられています。特に、日本人にだけ読めない、読みにくいように作ったわけではないようですが、これは、日本人が見たら、間違いなく混乱しますね。作ったのはカナダ出身で、現在は、日本の名古屋に住んでいるというレイ・ララビーさん。エレクトロハーモニキ紙は、1998年に作られたフリーフォントで、レイさんのサイトで無料配布されています。